じゃじゃがチャンネル。よいしょ。今日は高橋海人君のね、すごいいい話というか。いい話。もうさらに高橋海人君を好きになっちゃった。なるほど。聞きたい聞きたい。そうなんですよ。まあ高橋海人君ジャニーズ入りたての時ね、5歳からダンスやってて、ああそうですね。もうダンスがもう上手すぎて、自分はもうダンス最強っていうね。おお。すごいもう自分に自信を持って、いざジャニーズ入ったんですよ。そしたら周り見たら、すごい人ばっかりで、そうなんや。そう、でもうわ、すごい人ばっかりだっていう、でそこでやっぱこう、高橋海人君の謙虚だから、すごい人ばっかりで、自分はもう周りのみんなに負けてると思ったらしい。あー、なるほど。ただそこで、へこまずに、やっぱ謙虚で一生懸命頑張るから、その周りの人をすごいっていう劣等感をバネに、地道にいろんなことを頑張ってきた。謙虚ですね、やっぱりね。謙虚大切。なかなか思わないですよ、どういう風に。やっぱ俺の方が全然いけてるしとか、ね、進めちゃったりするね。進めちゃったりする、ね、そう、どっちか悪い方向にね。そうそうそう、進めたことが多いけどね。そういう姿勢何事にも取り組みたいですね。取り組みたい。もうなんかもう、もう文句ばかり言っちゃう。文句ばかり言うと高かったよ。あーうわっ、ちぎれられたよ。で、そのおかげで、高橋海人君、ダンスだけじゃなくて、やっぱその俳優としても成功してますし、やっぱそういうのをね、やっぱバネにこうやってやるっていうのが大切ですね。こんなことで、やってくれよ。我々も、すごいぶち切れるやん。ちょっとどうなってんの、この人。全然謙虚じゃないやん。チャンネル登録。今の見て、それか。今のぶち切れちゃったとこ見て。はい、謙虚にね、さあ、この番組が面白かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。